三田市と神戸市北区の音楽教室、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。先日ね、保護者の方からこんなご相談をいただいたんです。発表会って毎年出なきゃいけないんですかっていう話だったんですね。まあこれ結論から言いますと、別にまあ出なくてもいいんです。ただ小さいお子さんの場合は普段の練習っていうのはどうしてもこう平坦なんですよね。なのでこの平坦なところでずっと続けていくっていうのは正直しんどいので、どこか一つアクセントが欲しいんです。これが発表会で、大体の先生はこの発表会に向けてこの平坦な道をずっと上がるような訓練をしていきます。これが積み重ねなんですね。で、小さいお子さんはここに向かって頑張るぞって頑張って頑張って頑張っていって、ここでもちろん、果てる子もいらっしゃるんですけども、ここで頑張って評価してもらった、拍手たくさんもらった、また次頑張ろうと、こういうふうに上がっていくわけなんですよ。なので小さいお子さんはぜひ発表会っていうのを嫌がらずに参加していただきたい。で、人前で弾く、緊張感とかね、そういうのを味わってもらいたいなというふうに思っています。で、一方大人の方の場合、これはまあ本当いろいろなんですけども、大人はね、人前で弾くのがもうそもそも嫌やっていう方いらっしゃるんです。まあわからんでもないです。だからそういう方は別に無理して出なさいとは言いません。で、実際に全然人前に出て演奏することのない方もいらっしゃいます。それはそれでいいじゃないですか。ただやっぱりお子さんと一緒で大きいホールでやる場合、まあまあ小さいホールでもいいですし、屋外の場合もあったりします。どんな場合であっても人前で演奏するっていうのは自分に対してのすごいプレッシャーがあるわけなんですよね。で、そこに向けて積み重ねていって、そこでやっぱり拍手もらったら嬉しいじゃないですか。そこでまたもう一つ頑張ろうと思うわけなんです。これはもう大人も子供も一緒なんですよね。で、うまい具合に、平瀬楽器では、まあ、400人ぐらいのホールでやる場合もありますし、屋外の場合もますし、うちサロンがありましてね、30人ぐらいのサロンコンサートっていうのも年に何回かやったりしてますので、そういう風な感じで私ここやったら出れそうかなみたいなのをうまいことこうチョイスしてもらってね、ご自身の練習のスケジュールもあると思いますので、関わっていただいたらいいんじゃないかなと思います。おそらく先生もそんなに出たいんですけどっていう風に言う前向きな話っていうのはすごい喜んで受け入れてくれると思いますので、きっと協力してくれると思います。というわけで、発表会の参加の可否っていうお話をさせていただきました。ぜひ発表会は、参加していただいて、うまく活用していただければ次のステップアップに絶対つながりますので、ぜひぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。